した時の初心表明会の資料が出てまいりました。2年前は岩船地域が合併をし、本当の土地市として一市五町16万都心市都心市の完成もしてありました。その時に潜在金額の私ですが、皆さん方のご協力いながら、この大きな都心市の市長職を全うさせて、市長としての職を全うさせていただき、こういったことを申し上げた記憶がよみがえってまいります。その時に議会改革の推進のため、都心市の議会基本条例に基づいて多くの提言をさせていただきました。議会改革推進のために議員閣議ご協力をいただきました。そして市民に対して議会報告会を実施、フリートークを充実させ、そしてまた私の懸案でありました議会の政策研究のための幹事会も立ち上げることができました。自分なりにこの2年間満足をした議長の任期かなと、そのように思っております。実は昨日総代マニュアル研究会から機械改革度ランキングが発表になりました。私が就任する前、改革度は県内3位でございました。それが県内1位になりました。全国で近い市の中で202位であったものが140位アップをいたしまして62位になりました。これはここにおられる33名の議員の方々の議会に対する議会改革に対する熱い思いの結果かなと思っております。この数字だけで評価するのは私もいかがかなと思いますけれども、公認の海老原議長におかれましてはですね、これから初心の中で述べられておりました、さらなる議会改革を推進し、将来この都知事にみんな一緒に合併してよかったと言ってもらえる議会にしていただきたい、そのように念願をしております。いつも私は定例会冒頭に寄稿の挨拶をしておりました。今日も挨拶をさせていただきました。本当に種をまいて大きく育って最後は大きな実をなる、これは当然我々
そのための努力は我々の責任でございます。執行部もしっかりとその思いを機械と車のようでございますので受け継いで大きな二を鳴らせていただくことをご記念を申し上げまして、私の退任の挨拶とさせていただきたいと思います。2年間大変お世話になりました。ありがとうございました。